はい、玉田園著名人研究家の尾村です、えー、今はですね、こちらに来ております22区でございます22区に来ておりますこれからですね、お墓参りに行くところは初代上原正樹さんそして2代目上原正樹さんのお墓の参りに行きたいと思います山田流の僧侶家でございます2代目はですね、人間国宝にもなっている方でございます おことですね。えー、お墓は二十二区一区七十三側でございます。総、えー、曲総曲の奏というのはまあこですね。音楽の奏称です。一般的にはおこととも言います。漢字にするとあの王が二つに今と書いたことこれを当てておことと書く場合も多いですね。この総曲の世界にはですね山田流と生田流の二つの えー、流派がありましてそれぞれの代表的な人物がたまねに眠るんですねそれがまず、えー、これからお墓前に行く山田流の上原正樹さんそして生田流の米川文子さん今ここですね22区一七73側に来ましたこの通り沿いの左手側に上原正樹さんのお墓がございます えー、まずちょっと双曲の歴史をです、ね、簡単に紹介していきたいと思います、えー、この楽器はですねもともと雅楽という古代成立の管弦楽の編成楽器の一つでございました近世の創曲はですね戦国の末期から江戸時代をはじめにかけて活躍した僧侶の賢順さんがですね完成した「つくしごとを始祖」としております 最初はですね、えー、娯楽性ではなくて霊や精神性を重んじる音楽でございました。この賢順さんのお弟子さん彭水さんにですね指示した盲目の八橋賢行さんが、えー、三味線や故宮の名手であったことで、えー、それを琴に応用しこれまでの律音階による調弦から都節音階による新たな調弦法である平城市 雲井上司に改めて新しい曲を発表されました。統制風でかつ芸術性も高く、奏曲家として当時の世に広く受け入れられることになります。以降、奏曲家は、ですね、おこっと、三弦、三弦というのは三味線のことですね。そして、た歌、地歌、この3つを扱うことのできる演奏者のことを指すこととなりまして、 琴だけを扱う演奏者は一般的には琴奏者とか琴演奏家と名乗ることが多いようですね。そして奏曲家はですね八橋賢行さんの後元禄の頃に京都の生田賢行さんによってさらに奏曲はですね改編整理されました。生田さんはですね初めて 地下局に琴を合奏させまして、そして三味線の技巧に対応させるため、琴の爪の形状を大きく変えます。次第に生田さんの門下生が増えて、京都、大阪を中心にしてですね、名古屋、日本、西日本、九州と生田流が広がっていくことになりました。髪型で僧曲が流行っていたのに比べてですね、 江戸時代の中頃まではですね江戸では演奏する人が少なくまた武士がですね中心の江戸では貴族的な古典的なイメージの創曲はですねあまり受け入れられていない土地柄でございましたそこで江戸でもですね積極的に幾田流系のですね創曲を広めさせようという動きが生まれまして山田兼行さんが抜擢されるわけでございますこの山田健行さんはですね 医師の山田祥国さんよりですね。え曲を学んだためですね。え曲組歌に対する権威的な考え方に規制されずにですね。自由な発想で箏曲を考えることができました。当時、ええ、浄瑠璃と洋曲はですね。江戸の町の人たちや武家の人たちに最も愛好されました。音楽でございます。山田さんはですね。江戸浄瑠璃に会う。ええ、旋律に起伏があって。 音域も高く軽いテンポのある奏曲の新作を作りましたこれが大衆の支持を得ました主に大衆が集まる銭湯で持ち前の美声と奏曲を知らしめ女子的、女系的内容で締められ歌詞はですね、そのように締められた歌詞はですね、人気を博しましたまた琴のですね、改良にも試みより音量の大きなことを完成させております 生田流の動きとは異なる江戸で生えらせた山田さんのですね、この山田流の流れはですね、山田流僧曲となってですね、ここが僧侍となります。山田流の僧曲はですね、爪は三角、山形で、弦に対し爪を垂直に当て、山の一番高いところで引きます。生田流僧曲はですね、爪の形が四角く、手を、 えー、斜めにしてその角をですね鋭角に弦に当てて弾くというそういう違いがございますちょっと前置きが長くなりましたが、えー、お墓到着しましたこちらになりますはい正面はですね初代初代上原正、ま、樹、ま、と刻んでありますね裏面見てみましょう裏面はですねこのお墓を建てたのは 二代目はい昭和三十八年四月二、えー、代上原正幸が建てましたと刻まれておりますはい戻りますで左側にですね星がございますはい星でございます、えー、まず最初は、えー、初代上原正幸さんが刻まれております。 そして一番左側に二代目上原正樹さん刻まれてますねはいちょっとお二人の紹介していきたいと思います、えー、まず、えー、初代、えー、上原正樹さんでございます明治大正昭和期の創極家山田流の創極家でございます本名は、えー、上原光太郎さんと言います 3歳で失明されまして9歳の頃に山田流千代田健業さんの門下でありました浅井千塚さんに入門されます21歳の時に奥村雅子さんに指示1890年明治23年からですね雅樹を名乗り翌年死の没後その後継者となりました1917年の大正6年ママゴト会を創立しております 多くの作曲もされました、えー、去年は63歳でございます続いて二代目上原正樹さんのご紹介も続けてしたいと思います二代目上原正樹さんは、えー、大正昭和平成期の創曲家山田流の創曲家で人間国宝になっている方でございます東京のご出身 初代上原正樹さんの三女としてお生まれになりました本名は林時子さんと言います林家の養女となっております父と同じ道を歩み総曲家となりました1933年の昭和8年に初代が亡くなり二代目上原正樹を襲名されております山田流古典に優れた解釈と演奏技術を示されました また新作も手掛け作曲にも尽力し1966年、かぐやまに上りてはですね芸術祭の賞をです、ね、受賞されております1970年には重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定されました去年は92歳でございますなおこの山田流の二代目上原ま樹さ,さんはですね生田流の 初代米川文子さんとともにですね、1977年に僧曲の伝統を守る会を結成し、一緒に披露宴会を行っております。流派が違ってもですね、一緒に共に琴をですね、の伝統を守っていこうという、そういう会を作られ、共に活動されました。次の動画ではですね、この生田流の初代米川文子さん、人間国宝にもなっております。この僧曲家の米川文子さんを紹介したいと思います。 まあざっとではございますが初代と二代目の上原雅樹さんのご紹介をさせていただきました。それではお墓参りしたいと思います。はい、お墓参りをするんですがちょっと置けないので、えー、手持ちで、はい。 合唱中でございます。はい、えー、お墓参りをさせていただきました。えー、初代そして二代目人間国宝にもなりました、えー、山田流の総曲家上原正樹さんのお墓参りそしてご紹介でございました。以上でございます。